皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、もうリクエストでもめっちゃいただいてたんですけど、私が大好きなこちらのジバンシーのランタンポレルブロッサムにすごく似た商品、アピューのジューシーパンスキンケアプライマーっていうのが出たらしくで、発売前からちょっと話題になっていて、すごく似ているということで、ちょっと何が違うのか、どちらがいいのか見ていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。赤城の女子力動画スタートです。はい、ということで、私これ大好きだから、もしこれが良かったらどうしようって思ってるんですけどまあ見ていきましょう。まあジバンシーのこれは私はいつも下地代わりとか保湿下地、下地の前の下地みたいな感じで使っていて、SPF15 の PA1+ なんですけど、開けるとこんな感じになっておりまして、ちょっとマーブルみたいな感じになって、こうやってすくってこんな感じで肌に伸ばしていくと、ちょっとトーンアップするんですね。で、肌の表面がツルッとなって、ファンデーションのノリとかもすごく良くなるし、日中乾燥してきた時とかに乾燥が気になるところにちょんちょんちょんってのせたりとかすると、ファンデーションがこうカピカピになってきたところとかが綺麗になったりとか、くすんできたところがトーンアップしたりとか、本当にいろんな使い方があって、スキンケアしながら使える下地みたいな感じなんですね。でも私はもう何年も愛用していて、で世の中に本当にこういうコスメが全然なかったから、もう私はこれ一本めちゃくちゃ愛して使ってきたんですけど、まあまあ高いなっていうのは思っておりまして、ただめちゃくちゃいいからずっと使ってるし、もう家に絶対ストックないと困るものなんですけど、こちらアピューから新しいこちらのジューシーパンスキンケアプライマーっていうのが出て、こちらなんと SPF が30で PA3+ で、ジバンシーのものより日焼け止め成分が強いんですね。開けるとこんな感じでハートで可愛い、ここはちょっとこれちゃってるんですけど、こういった感じになってます。見た目で比べてみると、ジバンシーの方がちょっと明るめのピンクで、アピューの方はベージュっぽい感じかな。で、触ってみると本当にジバンシーの方はバームみたいな感じ、こんな感じで伸びてくれる感じで、ジバンシーの方は本当に小さいパールかなみたいなのが入ってて、ちょっとツヤツヤする感じなんですね。アピューの方は、あ、こっちの方がなんかちょっと柔ら溶けるバーム感が強いかもしれなくて、こんな感じで、こっちの方がちょっとしっかり色づいてくれる感じがありますね。で、色の差は本当にそんなにない感じですね。ちょっとジバンシーの方がラメ多めかなって感じ、うん、でもちょっともうカメラでは分かんないレベルのお話かもしれない。ちょっともっと分かりやすくするために腕で比べていきますね。じゃあこっちにジバンシー塗ります。どうだろう、こうやって見るとそんな分かんないかもしれないんですけど、ジバンシーよりアピュの方がこうどっちかというとしっかりつく感じで、こっちの方がなんか補正力があるかもしれないね。でもそんなに今んとこ大きな差がないかも。でも私的にジバンシーの方が保湿力が高い気がします。じゃあ顔に塗っていこう。じゃあまずジバンシーをこちら側に塗っていきます。今これ何も塗っていない状態なので、ピンの肌にのせていきますね。ほら、こんな感じですっごいトーンアップしてくれて、めちゃくちゃ匂いも好きで、肌の表面をツルッとさせてくれるので、どんなメイクの時もねこれ仕込んでた方が絶対的にメイクが長持ちするし、薄く綺麗にのるんですよね。ファンデーションとかが滑らせるようにのせるのもいいし、こうちょっとトントントンってするともうちょっとトーンアップする感じです。こういう小鼻周りとかも乾燥するから絶対に入れといた方がいいです。これからちょっと秋冬になるにつれて余計思うと思う。で、こちら側ですね、アピュー塗っていきます。でもやっぱアピューの方がこうスルスルスルってこう柔らかくしっかり取れる感じ、こっちの方がなんかこうトロトロした感じ。あー、両方塗れました、まあ、こういう感じで塗っておりますが、どうですか？なんか見た目にそんな大きな差はないんだけど、保湿力はジバンシーの方が高いですね。やっぱ SPF があんまり入ってないっていうのもあって半分ぐらいなので、ジバンシーの方が私的には保湿されてる感じがあります。下地っていう点で見るとアピュの方がちょっと補正力があるような感じはしますね。ジバンシーの方は結構肌の表面をつるーっとさせてくれる感じで、下地の下地っていう感じで私は思ってるんですけど、アピュの方はつるっとさせてはくれるけど、なんて言うんだろう、下地感が強めで、本当にこれ一つで使えるなーっていう感じ。なんか保湿力で言うとやっぱりこれの下にジバンシーまだ挟みたいなっていうのは私はあるかもしれへん。まあ、もともとこのジバンシーのものもめちゃくちゃ見た目が変わるっていう商品ではなく、本当になんか肌の表面のつるっと感が私は好きなので、なんかまあ難しいんですけど伝えるのが、こうアップで見ても
どうですかね。とジバンシーの方はこうやって取ってこうやってつけてこんくらいしかつかないんですけど、アッペの方はやっぱ一気にここにいっぱいつくっていうのもあって、こうちょっと下地感が強くしっかり塗れる感じですね。でちょっとね、上から同じファンデーションを塗っていこうと思います。で今回はかなりマスク崩れのしにくいファンデーションなんですけど、結構私は乾燥がちょっと気になるファンデーションだなって最近思っている。だからラネージュのマスク崩れしないと言われてたファンデーションをちょっと上から塗っていきますね。このファンデーション使うときしっかり保湿しとかないと結構崩れちゃうっていうのがあって、こんな感じ。でもやっぱり本当ジバンシーのやつ下に行くとめっちゃファンで綺麗に乗るからもう大好きなんですけど、やっぱね、上からしっかりファンデーションでカバーするっていうより下地で肌を綺麗にした方が断然メイクは綺麗に仕上がりますね。アッペの方にも同じように塗っていきます。今ちょっとね、言ってた新しいその撮影場所みたいなところで初めて撮影してみてるんですけど、照明器具をまだ買っていなくて暗いんですよね。自然光で撮ってるけど今日めっちゃお天気悪くて暗いですよね。申し訳ない。塗れました。こんな感じ。結構マットのファンデーションを使ってるんですけど、私的にはなんかジバンシーの方がちょっとツヤ感が残るかな。アピの方がちょっとマットに仕上がってる感じかも。比べてみると本当微差だけど、このファンデーション自体がちょっとパリッと感じるファンデーションなんですけど、私的にはジバンシーの方がそれをあんまり感じさせない保湿力があって、アピの方はちょっとだけパリッとする感じが、まあ、めちゃくちゃ気になるって感じじゃないけど、比べてみるとジバンシーの方がもっちりしてる感じが私的にはします。もう見た目ではそんなに大きな差がないから、まあでもちょっと崩れ方とかも見たいので、しばらくこの状態で置いておきたいなと思います。では後ほど。ということで5時間ぐらい経って、で外にちょっとマスクをして、買いに行かないといけないものがあったんで出てたんですけど、崩れ方こんな感じでございます。どう？なんかそんなしっかり崩れてる感じもなく、ちょっと気になっているのはここの溜まり方。アップの方がちょっとバームっぽくて緩い感じがあったので、でなんか溶けやすい感じっていうのがあったから、こっちの方がちょっと溜まりやすくて、でもこうピピピってやっても綺麗になるんですけどっていう感じはあったかな。あと保湿力は時間が経ってもやっぱジバンシーの方が私は感じるかなっていうのはあるかな。うん、ちょっと表面がカサカサ感じてきたけど、こっちは結構しっとりしてる感じがします。でこれですね、2つともね、メイク直しにも使えるっていうことなので、ちょっとこの上から使っていきたいと思います。でメイク直しするときはこんな感じで、まずジバンシーの方ですね、こう上からトン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 ってしていきます。こういうなんか腫れる人とか乾燥してるとことかにもこうね、ちょっと入れてあげるとかさつきがマシになるし、くすみが飛んでパーンと明るくなりますね。アピュの方は結構しっかりついちゃうので、一回手で押さえてからこういう風に叩き込んでおくといいかなと思う。でもやっぱなんかジバンシーの方がしっかり中まで潤う感じはするかもな。スキンケア効果的なものはジバンシーの方が感じますね。でもなんか肌ムラとかが気になる方とかはアピュをしっかり塗る方が肌の色の均一さとかは出せるようになるかなって思いますが、うん、こんな感じで、ちょっとジバンシーの方がツヤっぽさもあるかなっていう感じで、表面の保湿力もかなりあるんじゃないかなっていう感じで、ちょっと比較してみた感想をまとめますと、まず保湿力はジバンシーの方が高いなって思うのと、下地の効果でいうとカバー力というか補正力っていうのはアップの方がこう色味がしっかりつくので高いんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、でも表面のつるっとさとかこうデコボコをなくすっていう点ではジバンシーの方が好きだったなっていう感じで、匂いはジバンシーの方がしっかり匂いがする感じで、アップの方はほとんど無臭に近いような感じの匂いがします。ジバンシーの結構しっかり匂いがついてるんですけど、私はこれ結構好きな匂い。 SPF15 で PA1+ の SPF30 の PA3+ なので、だから今の時期で日焼け止めを気にしてるんだったらアップの方がいいのかなとは思います。でメイク崩れの点で見るとそんな大差ないけど、ジバンシーの方が崩れてきにくかったかなって感じ。ちょっとアップの方は若干ですけど溜まる感じがあって、まあ、そんなに気にならない程度、どちらもまあ綺麗に保たれてる方だなっていうふうには思いました。なので、まあ、総合的に見ると、ジバンシーは、まあ、お値段が1万円弱して、アピュはお値段が2000円弱だから、値段で言うと、あ、アピュはすごくめちゃくちゃ優秀で、プチプラでこういった商品って全くなかったので、使いやすいしっていうので、アピュは本当に優秀だなって思ったんですけど、でも、やっぱり高いけどジバンシーのやつはやっぱりいいなって思ったかな、私は。うん、だから本当にどっちもおすすめだし、めちゃくちゃいいなって
って思ったから、お値段的に高いのでもいいものが欲しいって思う方はジバンシーの方を使ったらいいと思うし、いや安くていいものがいいって思う方はアピの方を使ったらいいんじゃないかなって思います。私はもうせっかくどっちもゲットしてるので、どちらも今後使っていて、いろんなメイク動画に使っていきたいなって思うけど、うん、でも私の中でやっぱりジバンシーは殿堂入りコスメなので、まあ、これはずっと使い続けていきたいなっていう感じでもね。ジバンシーのこれはこれを使った上にさらに日焼け止めとかを塗るのがもう当たり前のものと思って私は使ってるから、それをなんかワンコーテで済ませたいなって思う方とかはアピの方がいいかもね。なんか本当に好みだと思う。そんなに大きな差は正直なかったけど、じっくり見てみるとジバンシーの方がまあ保湿力があったり、私的には好みかなって思ったかなっていう感じです。どうですか、参考になるかな。これ本当にすごい私の個人的な目線なんですけれども、やっぱちょっと高いものなので似た商品がちょっとプチプラで手に入るっていうのはすごくいいなって思いました。さあということで今日はですね、ジバンシーのランタンポレルブロッサムとこちらアピューから出た、アピュージューシーパンスキンケアプライマー、こちらプラザで先行販売されてるらしいんですが、9月9日から一般販売が開始だそうです。ということでこちらをレビューさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしさんあかりでした。バイバーイ。